どうですか、最近は。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。火曜日からスタートして、1回しか捕まってないですね。何やってるんですか、主に。フリーカとコンビニですね、中心で。街中限定でやってまやっぱす。逃げれます？余裕っすね。へちょっとなんか一人癖強いのがいたから、え。はい。その人だけ結構きついかな、みたいな。癖強いやつ。どの時代から来たんだろう、あの人。ああ。苗、苗みたいな。一応ない、アタッなんクか、禁止なんですけど、前に出てくるタイプで、まあ、アタックしてないですもんね。そう、ブロックは別に禁止じゃないからいいんですけど、道知られてからのブロック、まあ、まあ、きつい確かなっていに、ジャンプとかね、する場所に立う。たれると結構。だからみんなが殿を言ってたから、俺も殿を寄ってるんですけど、ブロッ殿ちょっクと苦手かも。か。ブロック禁止3分とかなるんですかね、後々。いや、でも、心なしだったら1個しかつけれないかまあら、確かに。うまいことやるしかないけど、ぐらいですかね。あと全員ほとんど、あと、イヌルリさんじゃないわ。ドーレムさんと、ミンドリーさん以外は全員と、遊んだんで。チオ、誰か来盗てる難ぞ。者は逃スげパれイるんが。ですね。やっぱジャンプ台とかっすか？そうっすね。ジャン街プ中レだ。限定だから余計に、ヘリも街中ビル高いから、小回り効くとそっか言っか、ても大全変なん然効いてだ。ないんで。試合にする？30使ったとしても、レギオン周り行けば、どれが本物かわかんないんで。今度ライフ連れポーてっカーてでく決だめようさいかなよ。と思ってるけど、受全け然入いつれる？でも。これ誰か。これどっちが先に並んだんですか？先手が出たら決めますね、こっちで。似てるけど違うな。これどっちがマシ並んャさんだんじゃでないすですか、か、こっもちしかして。に。ああ。ユニオン仕事で仕さ、事ユでニすオン打ち合いにするから、打ち合い要員誰か来ご無沙て汰、ほごし無い沙汰しわ。てます。仕事で仕俺、あ事れでで行きさ。ますよ、これ2で。なんでそっちになったんだ。打ち合いい要員る誰ぞ、か来もう。る？ユニこオのン。街。いるんすか？いるぞ、似た、もうちょっと太ってる似たやつ。マジっすか？行こうか。チャルロス・やめセイっやてめ男やめ。の名前、それ言ってあ、み。そうですてになると思うか悪ら。いこいや、とアーすティるのとき、たまに他こにんなもこいとるやっぞ、てるちなみに。オッケー、じゃあこっち線に来るわ。ユニオン行きますよ、そしたら。マジっすか？なんかね、たまに確かになんか声かけられて、あ、違うわっつって、なんか人が離れていや、く時あったんでそう、すよ。何してんだろう、チャルロスと思ってきたら。すいません、仕事いでや、申しいいん訳だないっけす。ど。頑張ってね。試合見に行きます。一石二頑張鳥。って一ね。石二鳥くん。頑です張りますか？ね、マクロビアオキ。なんだっけ？三四四五六角だっけ？あ、忘れちゃった。あ、そっか。一石二鳥、三否定、四五六角、七転び、八起き、九死に一生。こんにちはーす。こんにちは。こんにちよろしくおは。願いしまーす。まず、エイリスと戦あ、まあ、っちょうどたいいっす後ね。に、オールインと戦う感じかいね、勝った方なが。るほど、なるほど。待ってますよ。これいっぱいついお、てるんマシすか、モちさんゃんがやるの？と。いえ。え？全部。待ってますよ、は。待ってるやん。ついてる。しま打すち合いか。を僕より強い、よっぽど強い人がいるんでね。よーい、スタート。かけようぜ、こんどっなちを感じ勝つで打と思つんで、発砲音が聞こえたら、スタートでお願いします。え？じゃあ、うちのボス。じゃあ、5億な。ないそんなに。じゃあ、スタートの合図を行じいます。ゃあ、うち3000アン万しブレかラないのやボス。行きまーす。勝よーい、負にスタなーん。ト。おボス死ぬ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 
な真っ黄色の初めて見たい。博士誰だよ。博士オタクの人でしょ。そうそうそう。他人風やめて。はじめまして。どうもはじめまして、チャールロス世代アイスボックスと言います。こんにちは、アイスボックスさん。美味しそうな名前ですね。ありがとうございます。マサムネやる？いいですか。まあまあまあ強いないんですけど、なんか誰かあります？あー、アーマーあげようか。あ、いただいていいですか？買い取ります。あ、ほんと30円でいいよ。優しい。ありがとうございます。え、わちの賭けの時5億でこっち30って何だよ。よーい、スタート。なんかもう6人を避けますね。いい勝負。おー、まだだ。ええええひるんだだけだった。ひるみだ。ひるみか。こういうことってあるの、打ち合いって。
わかんない。初めて見たな。初めて見た。何それ。なんか騙し討ちみたいになっちゃったな。初めて見たな。今助けるね。いや全員勝ったと思ってたよ、ちなみにあの瞬間は正直。おーって言ってましたね。おーって言ってましたね。おーって思ったら。無線入れるとこだったよ。今6人です。まだ取ってないですよ。5何個人取って大丈夫？もう取っていいよねってユニオン。え、ねえ、今からさ、ユニオン取った時ってさ、アーティとユニオン1時間以内にできるの？アーティ行ってからユニオン行くって言ってたし、だから俺も6人いますよ。ちょっと待ってね、ユニオン触るの。了解。あ、大丈夫そうか。大丈夫そう。了解。ありがとう、ごめんごめん。触ってますね。うん。おーい。違う、なんか受注後1時間ぐらいにやった方がいいみたいなのがあった気がしたけど。君何？君新人？あ、記憶飛んでる。誰？あれ？あ、アンジョだよ。アンジョ。下の名前は？記憶飛んでる。あ、なる。じゃあ。アンジョなる誰だ？あれ？なんでだ？テリー C か。記憶飛んじゃってるわこれ。いつから入った人？あー、結構前です。11月です。11月？はい、11月頃に結構いろいろ。そこ2人で。え、最近起きてた？あ、最近は起きてないですか。タイミング合わなかったのかな、じゃあ。1週間ぶりぐらいで。はい、よろしくお願いします。頑張って。頑張ります。応援してるよ。はい。頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあね。これからアーティファクトなんで。うん。頑張って。アーティファクト初めてなんで、配置とか全部教えてもらっていいですか？おう、トナカイ、トナカイでもいい。いや、教えてもらっていいですか？え、なんかわからん。中入ってくるんじゃない？わかりました。ユニオンはどうなった？取ったよ。これ終わったら行きます。 OK。 両方うちらしい。で、早めにアーティも行く。行けるかな。ただちょっと歪みでヘリ吹いちゃったんで、僕直してから行きますね。了解。まあ早めに終わりにして、早めに行けるんだったら、どこを気にしてる。行けるかな言ってる。それって時間？今準備で時間のやつってさ、最近なんかどこなかったっけ。見間違いかもしれなくてね、探してるんだけど見つかんないんだな。俺アジトからあんまり見た記憶ないんだな。あった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 。ちょっと全員6本の雑談見てもらっていい？これじゃね、気にしてたの。あ、それ僕もだ。かも。僕もこれずっと探してたんだけど見つかんなくて。それやね。これか。うん。はいはい、見えました。そここれ知ってた？知ってます。あ、知ってて知ってて撮ってるわ。じゃあ急ごう。うん、そうね。行きます。一応もう一つの方法はあるんだけどな。24時20分ユニオンとアーティを同時でやるのよ、うん、まあまあそうね、それ一応あるね。で、ユニオンの方を先ベイトにして、まあ半分に分けちゃうってことだよね。でもほら30分が発生するじゃん。え？でも同時やるのは大丈夫じゃないんだ。同時ならオッケーなのかな。わからん、そこも。あ、オッケー。高速上から撃てるか。57の今海側回収できる。58の海側。ハヤトが入ってるから。これ？カバ欲しいかも。56。合計ダイヤヤト。56カバ欲しい。了解。これ行きます。プログカバーできない。人が今行った。ここ今降りた。チオが行った。チオが行ってるコース。ごめん、車を落としちゃったから死ぬかも、ワンちゃん。気にしないで。めっちゃ多い、警察。高級上にずっとヘリが飛んでる。遠目ね。スピード50が見といて。いや、ボスじゃない、ボス。来てほしい。行ってる、行ってる。いや、無線いい。誰かわかんないけど。S?S いる？いいよ。陰陽師みたいなマークのパトカー、僕ね、今から。55きつい。一旦56来てほしい。走行車の辺に3人、4人ぐらいいる。了解。46から向かいます。この56から、あ、両方から56行きます。かわしたいんだけどね、橋下だからね、車線通んねえや。クレーター、クレーター、56。クレーターが護送されてる？あと1人、もう1人やった。僕2人やってて、あと1人います。僕も56付近1人やってる。56目視で、あと1人だけ確認できたけど。56ね。発電機乗る、詰める。これ発電機乗れた、発電機乗れやった。ナイス。俺目視で確認してる、そいつだけ。
みんな56行っちゃってるけど。まだいる、まだいる。もう一人やった。あ、それ青髪やった。青髪と猫のお目みたいなやつやった。了解。オッケーじゃあ4人やってるから多分こっちは56はこれで終わりだと思う。青いコンテナみたいなところやってる？やってるはず、やってるはず。青いコンテナの黒ずくめやってないからね。そう。どまい。遠くなんか3人、3人。ボスギブキ。俺ずっと上から見てますね。56危なかった、います。ギブキある。煙吹いてる、60上。60上のヘリだけ撃ってくれたら。オッケー、60上ね。大きいの上、そもそも、どうするつもりでアーティファクトとユニオンを受注できる時間が同じぐらいで、受注するってタイミングになって、あの無線の連絡で、あの同時に受注しようみたいな、両方取っちゃおうみたいな感じになったんですよね。それは誰と？で、あの、その時点で、みんな1時間空けなきゃいけないってことは、1時間以内ってことは把握してたんですけど、なんかその上でいけるやろうって感じで行って、だったって感じ。誰が取ろうって言ったの？これっすね。同時にやれるっしょみたいな空気は、どこでその空気になったのか。捕まった方の向かい行ってきますか。あ、ありがとうございます。一応 CPU っすね。と話してて行こうってノリになったってことね。そうっすね。そもそも多分そこから、あの受注時間が同じみたいな話が入って、で俺はユニオンの方並びに行ってって感じです。ちょっと待って、電話かかってきた。はい、もしもし。あ、もしもし、すいません、お疲れ様です。どうした？あの先ほどアーマーありがとうございました。あの今日3時から、あのうちのアンブレラでちょっとバロラントのカスタムやりたいなってなってて、あと2名足りないんですけど。なんか魂の方を暇してないかなって。いや、魂は暇してるの、最近やってないんだよな。ちょっとでも、はい、どうですかね。いやでもカスタムなんで、そんな実力問わずワイワイできたらなって。ちょっと考えます。もし他が見つかりそうだったら他見つけても大丈夫なんで、ちょっと一旦保留で。どうかな、いけるかな。あと20分なんかその後帰ったみたいな報告なかった。いや、そもそもあの30分あるじゃん。そう、30分のクールがあるから、まあ、できたとしても25分とか。その後パトカーが来たんだよね。いやです。受注者は、あの車受注者は自分ですね。よし、ボスちょっと仲がいい、2人で。ん、誰？あ、ボス待って、待ってた。もしもし、絶対バロラントやん。ねちょっと具合悪いな、今回のは。まあ他からしたらマジで気分良くないから、これ。まあそうね、実際。いや、僕が他でもマジで気分良くない。一応今四つ又さんグローリーし、他は全部僕らが2つ取ってて受注したって知ってるから。ユニオンを、あ、ちょっと出ててもらってもいい？ちょっとね、良くない本当に。でもう多分ないじゃん。からワンアンブレラがさっき勝ってたじゃん、2番目。うん、からアンブレラに電話して、アンブレラに譲るか合同でやりませんかっていうか。譲った方がいいと思うな。でも多分だけど、扱い的にはもうほぼ合同と同じ扱いになると思うよ。右入れてるけど、この場合ってどうなんだろう。一応今回 CPU 通れば高速入り口で2車線、まあ、あ、でもそっか、ユニオンあれか、受注してお金取らなきゃダメか。受注したしても、そうそうそう、合同で聞くか。で、うちらはちょっと後入りで入らせてもらって。うん。か、もうそのまま捨てるか。あ、来たじゃないわ。高速入り口にタンクローリーないよね。高速入り口、タンクローリー置いとくわ、ボール持ってて。ないな。あ、オッケー。できないかな。もうそもそも時間的に。でも渡せたらもうとっとと連絡して聞くしかないかもね、今は。誰かさ、四つ股にさ、黄色の粉持ってきてほしい。まあ、それか、このまま海に沈めれば。チャージとなんか入りますね。
実際ユニオンのことを海に沈めても全然大丈夫ではあるんだろうな。まあ、他にバレてるから、まあ、それが左側になって、うん、なんかあるとしたらまあ全然かかってこいでもいいし、なっちゃった以上仕方ないけど、マジで良くない今回のは。千代だけ行か、千代だけ行ってもらうのも、まあ、そう、あの結局派遣社員千代にはなる、そのもし譲る場合。そうね、うん、まあこの場合ってミスターのうちだから、まあうちのカウントが1回なくなったとしても、まあそうね、まあ譲るんだったら譲ってもいいし、とりあえずじゃあアンブラに電話してみる。うん、鍵だけ渡したい。やります。お手洗いともだけ行きます。やる、はい、説明すると、何だっけ、ま、これスピーカーにして梨間が言った方がいいな。いいよ。ああ、ちょっとお願いします。はいはい。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。なんかユニオンをやろうとしてたんですけど、はい、はいはい、ちょっとギリギリでできないかもしれないってなって、うん、まあ、このまま海に沈めるか、うん、あのさっき勝ったの2番目がアンブレだったじゃないですか。はい。だからアンブレの方に譲るかの確認をするかってなってて。海に沈める。そう、無にキス。ああ、無にキスってこと。そうそうそう、はいはいはい、はい、っていう状況になってて、うん、で一応アンブレラさん、せっかくさっき2番目だったから確認してみようかってことで今ご連絡させてもらってるんですけど、それって、はい、譲るってどうやって譲るんですか。その受注のものだけ、要は回収とあれだけやって、うんうん、まあ、あとはアンブレラさんに全部渡す、うん、その、ああ、そういうこと。なるほど。え、でもそれって多分1アカウントされますけど、うちはもう合同消費で考えてます。あ、だったら一緒に合同したらいいんじゃないですか。合同しちゃいます。まあ、ここはボスポリシー的に合同はまああんまりなっていうので、ちょっと話し合わないと思うんですけど。でもモンちゃん、モンちゃんアンブレラだったら合同いけるっしょ。だってね、モンちゃん、うーん、いける、よし、行こうか。アンブレラ何で行くんですか、もし行くんだったら。ちょっとみんなユニオン行くってなったら何行く今から。で、全部で何人数えて。はいよ、誰か数えろって。あ、オッケー。11いるわ。11。うん。じゃあ、まあ、やるんだったら、うん、まあ、こっちも面白い方がいいから、うん、こっちもしやるんだったら、うん、まあ、ユニオンの報酬はいらないっす。うん、でも、降臨全員で、うん、配置は決めてる感じでいいですか。全員楽します。ああ、全員楽。オールインの配置はオールインが楽で勝手にやってもらって、アンブレの方はそのユニオンの中を固めて出てもらう。え、いいんすけど、その報酬いらないですか、それ。いらないっす、うん、報酬は大丈夫です。いらない。あ、そうなんですか。はい、は、わかりました。了解です。そんな感じでも大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。じゃあそれで行きましょう。はい、行きましょう。あと時間があんまないんで、早めに準備できたら。早めに、了解です。じゃあ、また20分開始で。20分開始で、了解。はい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 。千代と CPU に話すわ。うん。ちょっと千代と CPU 中入ってこれる？了解。僕今ユニオンだから結構時間かかる。あー、じゃあ CPU 後で話すわ。先に千代だけでいい。あ、ボス、ユニオンの話しなきゃ、みんなに。あ、OK。ウエス。今回のユニオンさ、まあ、アンブレラと合同になったけど、先にこれ無線聞いていいよ。まあ、今回のユニオンの報酬はなしで、はい、うちは。うん。中の配置とかはアンブレラが全員やって、うちは全員楽で行く感じ。オッケー、了解。全員楽ね。オッケー。20分開始。ボス、ウエスカさんに無線決めてもらって作って説明した方がいいかも、これ。ああ、了解。まあ、今回のは良くないってのは分かってるよね、多分。分かってます、もちろん。多分ちょっと会話の流れがどうでとか、まあ、どういう流れで誰がとかは正直分かんないんだけど、僕も起きた時にはもう受注の打ち合いの段階だったから、あれ、見たことない。ちょっと状況に関しては分かんないんだけど、27.564、ね、他ギャングも要はその回数制限があってとか、街に1日にできる制限があるわけで、そうすごい面白くないから、うんうん、僕ちょっとギリギリまで探してて、最後に貼った時に文言見つけたから、ちょっとすぐ返事できなくて僕も申し訳ないんだけど、気をつけよう。はい。で、1時間ってのを理解した上で、うん、なんか今回の止めずに通しちゃったのが本当に良くなかったんで、うん、今後
こういうことあった時にストッパーになれるようにというか、そうね、多分この誰が悪いとか千代だけが悪いとかって言ってるんだけど、ただ千代アンダーボスだから、はい、僕と同じ立場の人だからっていう話をしてるだけで、別に千代が全部責任を悪いっていう話ではなくて、でそう、これをその把握できてなかったんだったらちょっと見逃しちゃってたな、なんだけど、把握できてたんだったらなおさら気をつけなくちゃいけないところではあるから、はい、ちょ判断をね迫られる立場で判断をミスってこうなっちゃうのはちょっとしんどい部分もあると思うんだけど、気をつけようっていうのはやっぱり共有しとくべきだと思うから、はい、そう、本当に千代が全部悪いとかっては思ってないんだけど、まあただ立場がねアンダーボスだから気をつけよう、お互い、はい、すいませんでしたぐらいかな。一応他ギャングからの見え方がね、あのうちに火がないとか、うちが筋を通してて悪い分にはいいんだけど、筋が通ってなくて悪いのはだいぶ面倒だから、そうですね、そうそう、まあ今回は多分アムラと合同っていう形でなんとかなんとか無理やり着地させれるといいんだけど、まあただね、ここはもう気をつけるしかない。了解です。 GPU？ はい、その2つ大型を取るのは、うん、本当に準備最速じゃないと間に合わないから、そうだね、その、なんだろう、2つ取るからマジでもう取った瞬間からいけるようにしてぐらいにしとくんだったら2つ取るのはいいと思うの。そう、うん、そう、マジで2つ最速でも今回ちょっと多分みんなも結構いつものペースでやってて本当に時間がないって認識しなかったから、あ、まだ無線移動してないし、ね、ちょっと強気にあれだった、そう、多分状況をみんなならないなってた部分もあると思うから、37.564 ね、これ気をつけようっていう話、そのもうやるならマジ最速でやるしかないし、合同になったから 37.564、 じゃあユニオン行こう。チオ多分開けなくちゃいけないから無線早めに入って、うん、ありがとう、共有お願いします、はい、じゃあまた、うん、また困ったら行ってすぐ、はい、僕もね準備して受注してる段階でちょっと引っかかったけど、うん、文言をちゃんと見れてなくて学びということで、最初聞いたみたけど、うん、学びだな、オッケー、お互いみんなで気をつけようのやつで、オッケー、ありがとうね。まあこれに関してはね、千代が悪いとか千代だけが悪いとかっていう話をずっと観測したら、なんか那島さんもゴーって言ったじゃんって言ってるけど、そもそも知っててか知らずかって違くて、しかも僕がゴーって言ったのはもう撮ってる段階で、あれ、そういえばこれ大丈夫なのかって確認して、まあちょっとパッと見つかんないけど大丈夫って認識なら、まあそのこっちでわーわー止める必要ないかって言って止めてるだけで、その知っててゴーを出してないんよ、そもそも。そんなのもわからんのか、そんなのもわからんぐらいバカなんかって思ったの見てて。ただ誰が悪いとかじゃなくて、まあアンダーボスである以上、千代が判断した以上、千代が責任を持つべきことではあるから千代に話してんだよね。いやでも世界的にも良くないし、オールイン的にも良くないと思った、だから話してる。これはだってロールプレイだからって、もうそれ言い訳でしかないから、今使うロールプレイって言葉はそもそもの仕組みとしてっていう話で、時代貸してくれるんですか、そもそもどういう状況になるかっていうのを想定してやってるわけじゃなくて、想定できてなくてこうなってるっていう話だから、ちょっと待ってくれってなってる問題なんだよね。どうしようね。あー、うわー、なっちゃった、は良くないからって、だから隠蔽です、これはもう本当に。だから合同しましょう、ウェスカーさんの方から出してよかった、僕らは譲りますよ、いやもうそれだったら合同しましょうってウェスカーさんからの提案でよかった、はい、うちからの提示じゃなくて、いやまああとは千代の胃が心配ぐらいかな、でも仕方ない、応援してるぞ。あのラーク組は中のアンブレラが情報共有してる時はそっち優先して喋んないようにして、うん、了解です、了解です、いつでも大丈夫です、オールインは、はい、お願いします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 、こんにちは、お願いします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 、3人ともちょっとボスが追えない、どこ行くカレー、ナッシーどうすか、行くぞやつは、カレーとかナッシーとかありますよ、あ、いただいていいですか、イエーイ、鼻上に向かって徒歩で来るかも、これ後ろ見ときます、あざざす、じゃあナッシー病院、病院来た、来たいる、ありがとうございます、病院、病院いる、やった、高かった、高かった、お姉さん、ギャング、はい、お姉さん、ハングル、犯罪者、私ですか、高速前、なんでですか、あ、いや、高速前の、ハンデラーウェイ撮ってるから、ヘリ2台、あ、私、あ、C から、黄色い、あの、鉄骨の上に警察に、また話聞きに行くよ、はい、ラーさん、外した、工事現場、楽しいですよ、俺、警察ヘリ爆破、ライオット来たわ、あるよ、ライオット、レギオン前、
僕は出れないかも、ごめん。詰まってるわ、トラックが。了解してる、小型から出ます。それさ、ちょっと離れて、高速の詰まってるトラックから。OK。以上、全部回収終わりました。離れた？もう離れてなかったら自己責任で。助けてよ。離れました。ちょっとエリアがトイレまでしか取れてなくて、四つ俣方面はちょっとわかんない。高速の車ってどけれます？どかねえかも。試してる。徒歩で出てもいいよ。了解、徒歩で出る。え、もうどこだ？オッケー、取れるぞこれで。取れる取れる。オッケー。ありがとう。ありがとう。周り優しく見えたらもう全員優しくていいよ。オッケー。最終バイクどこに逃げてるか教えてほしいです。今猫カフェ前、外側に逃げるって言ってたよ。出た？ありがとうございます。はい。もう中いないっすか？港逃げるよ。多分いないと思う。間違いないと思う。どう追われてんの？個人に回収されました。追われてない。マジかりましたってか。ラーク強力すぎ。やらしいろ。もうオリンやりたい方でやってるよな。ごめんね、むしろちょっと暇にさせちゃって申し訳ない。いや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 。ほら、レギオンからちょっと怪我してない。一緒になんか仕事できることめったにないから楽しかったです。手帳代わりの手帳員。ありがとうございます。間違えてますね。ごめんね、手帳。どうもありがとうございました。はい、また。高速、穴上に、あと階段。ちょっと状況説明欲しい。金持ちどうなってる？金持ちもう撤退完了してます。完了してる。アンブレラの方も出てます、全員ユニオンから。はい、出てます。出てます。OK、じゃあ、ラグミ、警察負けるタイミングで巻いて帰っていいよ。はい、レギオンにパトカーとライオット。追われてる人間いる？誰だ？個人通知出てから。レギオン方面に向かってパトカー出ました一台。ライオット、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 オッケー。了解。ライオット、ライオット。警察からやるわ。ダメか。入っちゃった。屋上から持ってるやついるわ。これきついな。オッケー、もう無理だ。撤収撤収。全員撤収でいいよ。誰か撃たれてボコボコされてるわ。行きます。行きます。車の中見て拾われてない人間がいるかチェックして。渡すの？あ、これ一回つけてあれしたら。あ、それ。オッケーオッケー。あ、出た出た。ありがとうありがとう。はい、じゃあねー。もんちゃんありがとう、お疲れちゃん。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。うちはついてただけです、今回。何もしない。みんな強かったよね、オールイン。本当にもらっていいんですか、これ。いいっすよ。いいんだ。あざす。あざす。警察、あれやってるな。本社でも応援してるわ。ワンウェイ。車回収行けそうな人いたら。ゴンちゃん近づいたら撃たれる。出待ちしてる。あ、なるほど。ゴンちゃんまで抑えてるのすごいね。すごい。ナシマさん、今日3時からどうでした？決まりました？いや、まあ暇なんすけど。はい。最近やってないからちょっとなっていうの。ちなみにボス、そちらのボスはもらっていきます。あ、マジか。3時から。でも俺めっちゃ久しぶりだからな。いや、でも強いよ、あんた久しぶりでも。関係ないよ、あんた。もうじゃあ、ボーンされるよ。どうします、ナシマさん。久しぶりって言っても、うち初心者いっぱいいます。うん。名称すらわかんない初心者がいっぱいいます。はい、わかりません。はい。どうです？まあ、行きますか。やったやったー、おめでとうございます。イェーイ。ですから、参加費ないですか？参加費ないね。参加費。参加費？何の参加費？デグリカ費？バロの。あ、いくら？50億。やばすぎでしょ。ちょっと待って。私の全財産ですけど。参加費高いな。参加費高いっすね。参加費ってことは何？モンちゃんが参加する側だからくれるってこと？50億。そうだろうね。逆。ギャラにするから金あげるってこと？ギャラってことね。逆ね。やばった。参加費チンチロしよう。参加費チンチロ。どういうこと？クラスか。もうわけが。いくらやりたい？もう普通のチンチロ？普通のチンチロ。普通に奪い合いチンチロ？一回だけ。一回だけ？うん。なんか見たことある。てかユニオンのお金でいいんじゃない？いや、それは少ない。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 少ないいただきました。少ないちょっと待って怖いな。ナシマいくらがいい？いくら今いくらなの？
まだ決まってない。ボスどうしたからな。とりあえず5分スタートでいいんじゃない？怖い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 。余計なことならない。やった。ただ1回の勝負らしい。1回のみ。1回のみ。1回のみか。え、何億でも大丈夫なんですか、ウェスカさん。いや、まあ、はい。強気でお願いします。1回か。15いこう。いやこれできた。うわいや、ボス、心で負けちゃダメ。うん、そうだ。え、マジ 15?15 で倍付けありだったらやばいっすよ。やばいよ。だから15で倍付けなしか、10で倍付けあり。ちょっと待って、あの、やばすぎ。10で50億出されたら、私、全財産失う。それは大変。倍付けなしで10。OK、うん。立ちましょう、これは。お願いします！死後の移動、頼む！待って、この255、この255、そのプチノの前で、これで負けたじゃん。何を思い出してんの、ももちゃん、やめて。大丈夫だよ、関係ないから。その時は、ちなみにボスは何で勝ったの？俺5。5で勝ったんだ。なるほど。やめて、そんなフラグ立てんの。本当にもう中国エグい。いきます。このフラグ立てやめてやめて。本当にひふみひふみ。頼む頼む。ひふみ。怖い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 。本当に怖い。やめてやめて。お願い。中国やばい。本当に頑張って食べてきた。今お願い。やめて。お願い。神様。おお。危ねえ。怖すぎる。耐えた。同点ってことでいいですか。そうですね。そうね。よしやめとこう。よし。いやもう一回でしょ。まあでも55の2と66の2だけどね。いやいや、その身長関係ないから、ナシマさん関係ない。ナシマさん関係ないから、その。そっか、ハンバ。どうぞ。出しちゃう。たぶん、ほんまに。やばい。お願い。うわ、すごい。おぉ、来た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 。ほら。やるんだよ、これ。マジ出すか、これ。うーん。怖いね。シグロはでも余裕がある。違う。やばい。うわ、珍しい。いいじゃん。次ですね。いや、一回だけ砂地獄だなし、もんちゃん。これは、もうあれじゃないですか。参加日の、参加のチンチロ。参加のチンチロ。これで来てくれるって。分かった、もう10億返すから許して。いや。10億返すから許してほしい。いや始まった。あとなら10億でもう一回勝負した方がいいよ。いや全然。私もすげえ、いくらがいい？1回目10で勝ったんでしょ？うん。まあここは15。ほら、キリないって絶対やほら。キリないって絶対。じゃあ分かった。大丈夫、足は。本当にラスト。ありがとう。うん。ボス、本当にラスト？あの、クロンパンクしたからついてきただけ。15億。あ、OK。ナシマ、それでいい？何？うん、いいと思う。ラストでいい？うん。怖すぎる。怖い、シゴロが。もうやった。ゾロ目出る。エグいって、シゴロ以上ね。ゾロ目出せばいいんだ。ゾロ目。オッケー、ゾロ目な。知ってた。知ってたわ。なんでそんな強えの。知ってたけどね。えぐいやろ。これバイスキャレだっけ。マシ。エスカさん、これでいいんすか。こうなるんだよ。これでいいんすか。バイス5億ままでいいすか。じゃあもうちょっとラチ開かないからいいよ。ラスト5億取り返しチャレンジ。ああ、確かに。失敗したらもう完璧ラスト。いや、悪いな。いや、5億。悪いな、有利だったのにな、こっちが。5億あげたい。5億あげたい。分かった、いきます。おー。いく。大丈夫。だって、今1だったもんね、私。で、もんちゃん4号ってだから、次勝てる。確かに。誰からいきます？私から。了解っす。よし。おお大丈夫、ゾロ目来る。まあでも平均以上じゃないですか。確かに。おおよかった。よしよかったよかった。終わりよかった。よっしゃ、またね。和木くんもなんかずっとチンチロしたそうな顔してたね。マジしたいの。
あの我が家今3億借金してるんですよ。え、じゃあ3億あれば返せんじゃね。あ、じゃあ分かん、お願いします。もうちょっといった全財産3000万。3000万お願いします。チャル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 1億貸してやろうか。いや、ちょっといけ3000万で戦ってくる。でもいいの、何回も勝負できないよ。でも1億で勝つと順に増えるよ。うるさい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 、やだやだ負けるな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 。じゃあ待ちしから、あ、どっちかでもいい。全財産3000万はい。じゃあ毎月どうする、なし、あの、なしでお願いします。よく出れるな、お前。チンチロリン。お、まあまあ。チンチロリン。お、チンチロリン。やっぱやっぱやっぱチャレ。オーマイガー。終わりいや、怖い。怖い。ある。78番台やる。あ、命かかってんの気持ちいい。6000万お願いします。おっぱだ、オッケー、倍付けなし、オッケー。じゃあそちらからどうぞ。3000万のことははした金と思ってるだろう。うわ、おお、真珠の神様来い。おお、最高と最低やん。命かかってんの。78、こいつ進むぞ。じゃあ全部かけるので、これでラストにお願いします。オールインだ。オールインや。全部。じゃあお金貸す。大丈夫？大丈夫。1億2000万。オッケー。チンチロリン。誰待ってるの？誰がいる？使用なり。三。まあ平均値。中央値。おお。いいわけ。それじゃない。チンチロリン。三。三。うん。早すぎる。347。なんか盛り上がることで347。ちょっと待って、ちょっと銀行に入れてきます。よく見るやつや。なんで命けない流れだこれ。あんな悲しい背中ねえよ。チンチロ楽しい絵ありがとう。ダエいいよ。不正さっき喉がしまってましたよ。あ、ほんと。なにこれ、ポンペイトさん、ありがとう。347。ちなみに、ナシマさんってギャンブルやんないの？一文なし、きちゃう。僕をギャンブルっていうのはどういうことですか？チンチロとかそういうチンチロとか。いや、全然なんかしたいって言われたらしてるんですけど、カジノに入れるかカジノから出すかでしかやってないです。だから、相手の言い値で、相手の言い値でやってることをですね、1日1回までとかで。ミージねえんだ。どこだめんば？え、でも、エスカさん、勝ったらカジノお金下ろせるよ。確かに。いや、そう、この前でもボス、はい、もね、いっぱいやったもんね、チンチロ。俺、120億負けてた。え？もう、だいたい200億ぐらいか。合計すると180億ぐらいかな、ボスが負けたのは。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ナシマさんってやってること？チンチロ強い。え？俺だけに強い。そう、ボスに対してだけよく勝ってる。俺のカウンターよ。エスカさんなら勝ってるかも。いやでもブラックジャックずっとやるのやるよりさ、チンチロの方が確かに。私今日じゃあカジノやるつもりは7157いる。おお、カジノ。あ、一回切りですけど大丈夫ですか？はい、一回切り大丈夫。いいねでどうぞ。2億でチンチロとダイスポーカーどっちにしますか？倍付けが嫌なので、全部好きに決めていただいて。チンチロです。チンチロの倍付けなしの2億で。はい、今日カジノでかけようとしてたおう、やつです。ちょうどいい。先行高校は。あ、じゃあ、ナシマさん先行で。では、振らせていただきます。まあ、でも、はい、チンチロが確率。あ、ちょっと出て送ったよ。あ、あるあるボツ。ボツあるわ。来た。ナイスおめでとうございます。ありがとうございます。いったん、ブラックや。ウェスカさんって、カジノでいくらなくなったっけ？もう、百何十億いかれてるけど。全部取り返さないと。無理だよ。はい、始まりね。ありがとうございます。カジノから振り込んでおきました。ありがとうございます。すげえ。いくら入ってんだカジノ。え、待って、1日1回できるんだったらカジノ行くよりナシマさん見つけとくべきじゃん。だから一発狙うならね。じゃあダイスポーカーかチンチロかどっちですか。え、ナシマさんとやんないの？いや。あ、
長島は強いっす。俺のカウント、俺のカウント一回やってみてよ。で、じゃあチンチロで決めるか。じゃあ一旦カルコ一億で、はい、そうそうそう、俺から行く。チンチロで、アイスケなしで、どうぞ。嘘、全然かけない。おー、惜しい。今、手当たりしない。まずい。あらららら、ほんとだ。じゃあ振らせていただきます。引き分けがあるから、はい、危ない。シフミ、あー、うん、350番ね。カジノに1億負けた。カジノに1億負けたね。いつも通りカジノって呼ばれてる。吉川さんが勝って5スカイちょうだい。でもやったもんだって、カジノ。もうカジノチャレンジしちゃった。今日私2億でいいの。え、1日1回でしょ、だって。あ、そうなの。って真島さん言ってる。裏カジノチャレンジもありますけど。あれ、裏カジノチャレンジ、新しいルールで出た。ただそれも1日1回で、あの最低金額が5億になっちゃうんですよね。ああ、裏は5億なんだ。行くしかないんじゃないですか。ちょっとやっちゃうよ。僕ないわこいつら。裏カジノチャレンジお願いします。カチャーいい。ダメだこれ。何億ですか。カチャーいい。5億ですよね。5億できます。倍付けなしで。倍付け、いや、すいません、裏カジノチャレンジ倍付けありなんですよ。ちょっと待って、怖い、無理だ。カチャーいい。いや無理だって。倍付けはマジで。倍付けで勝ってばいいじゃん。いや倍付けマジエグいって。いや、ウエスカーさんなら勝ってるよ。待って、モンちゃんも裏カジノチャレンジできるからね。だってまだあなた、ウエスカーさんに会ったら俺も参加する。おお、カジノから勝とう。もう思考力で今鈍ってますよ。まあどんな気持ちでバロンに行くかってことになるよね。そうだよな、今までおカジノよくやってくれたよ。来た来た。私言ってください。とモンちゃんとバンさんから誰かい、今までどんだけ金を使ってきたか、カジノに。おいや、ここで取り返す。けいけー、ご送金いたりましょう。お願いします。裏カジノチャレンジ効果先行。ここいかがいたしましょうか。余裕だ。ここでゲームマスター余裕だ。おいひこい。おおおおやばい。やばい。平均値ブラックジャックでいうと17ぐらいですかね。倍はないからいける。いけるよ。いけるボス。頑張れ。いける。今までのカジノに使った金を取り返すだけ。ピンゾロ出したわ。ここでゾロ目を出せば15億。はい。わお。配らずに。おお。よし。ナイス。バリコでした。ボス頑張った。いいね。さすがです。よし。行ったったりましたね、ボス。ありがとうございます。モンちゃん、カジノから5億取り返した。ここにいくら？次モンちゃんの番じゃない？ありがとうございます。これか。じゃあ参加するわ。で、裏カジノチャレンジ、あの1日1名だけなんですよ、すいません。あらあらあれ、ルールがあれ、そうなんですよ。ちゃんと聞いてなかったな。そう、だから裏なんですよね。知ってる人が少ないから。あ、そうか。あ、じゃあウエスカさんか。そうなるよね、やっぱり。え、どういうこと1名って、あ、そういうことらしいよ。先着1名、先着1名、1日1名限りの裏カジノチャレンジなんですよね。じゃあ普通のカジノチャレンジは1日1人1回できるんですよ、ね、あ、そうです。それはだからみんな1回ずつってたらできます。だってみんな出入りなんだ。500万あいつの金もお前それさ、やチャロ他の人とやってからそれやった方がいいんちゃう。増やした方が貸してもいいですよ、なかったら。いや、ほんとそれだけは。金だけは借りになって言われてんで。そうそう、直張りだから。500万でお願いします。今日1回しかできないけど、いいですか。チャル500万でいいの。はい、大丈夫です、ま、周りの友人と勝負してからとかでもいいですよ。深夜時間前に下ろしといた。え、どういうこと。でも勝ち続けるそれね、じゃあ間違いでしょ。どういうルールだそれね。じゃあ弱いので。おー、目なし。さすがにドン。さすがにドン。さすがにドン。ドン。しょっぱ。もう一回ね。なんでそんなに弱い2人と。おお、4。オッケー、ナイス4。4ぐらいね、勝てる。361番。終わった。あれで今分子緊張突って何番だい。361。なしまさん一回300万で戦ってこれで終わりで。300でお前。はい。そう。わちが先行で。10分後やね。どうぞ。300万。マジマ。マジマ。おわ。マジマ。
そんなことある。そんな。ナシマさん、そんないいんですか。もう一回振ってください。マジマギ。300万。マジマギチンチロ。チンチロマジマギ。おお。78万です。78ね。やった。チンチロマストよ。ガソリン代払える。またおいでね。またもう命を燃やす戦いをしよう。緑色はもうチンチロいいんだ。またいいよ。あれ？オッケー、お兄ちゃん。兄ちゃんいくらだっけ？5億か。あ、そう、なんかカボチャっぽい。小川さん。本当、お強い。5億？すまねーって言っといて。兄ちゃん何万くらいですか？え？ワキオさん、5億の挑戦でよろしいですか？はい。私、警察官がめちゃめちゃ多いんで。何も考えてません。やったー！ワキオ、マジで。先行でいきます。近づけたら、前付けは？5億。前付けなし。決勝。ワキオ！ついてるね。後ろから私のこと叩きます。では振らせていただきます。待って、脇尾がさらにやられちゃった。やったー、マジか。やったか、伸びた。お前持ってんな。293ね、ちょっと預けてくれね、手持ちのやつ。ありがとうございます。ほら、みんなやれ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 。勝てる、勝てる、勝てる、弱え、チンチロ。あ、もしもし。どうした？え、今回のやつってもうお話って会っても終わってそうですか？大丈夫ですか？この後また進展とかあったら、来てた方がいいかなと思って、自分寝ようと思ってたんですけど。あー、いや、まあ、全体で話そうかなと思ってたけど、アンブレラとは。あ、じゃあもうちょっと見ます。あ、じゃあ早めにするわ。あ、よし、ありがとうございます。おー、なるほど。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。助かります。めっちゃ変わるんじゃないっすよ。5億はすげえ。ちょっとやばい。行くしかね。なんか一人一回カジノチャレンジできるらしい。ありがとうございます。あいつこれで明日から花摘み来ないや。来ないな。卒業しちゃった。さっきの話、今からみんな呼んで同じこと話すわ、アジトで。オッケー。俺、5億負けた。またお小遣いあげる。ちょっと、どうしたどうした？やるしかない、これ。5000万しか来てないです。あ、嘘。すいません。だいぶ違うし。ごめんなさい。あまりテロテロになってるやん。すいません。もう溶けて。まあ一緒ほぼ。わきょうとやる。一緒じゃないです。ああ、それいいじゃん。ほらみんなもやりなよ。一回触れるんだよ。ほらほら。喋り方。ほらお願い。みんなも楽しんで。これどう？ありがとうございます。はいはい。はい。また声かけてね。やった。じゃあ飲む。プールで多分。電話では受け付けてないんで、会った時にしてくださいね、もし今後挑戦されたら。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。今日5億でやろう。プールで遊んできます。あれ逃げたい。それ一回全員アジト集合して。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ナシマくん。どうしたの？これちょっと渡したいのか。何何？ラブレター？違う。これよかったら正面にある投稿者も直してた、クマちゃんと使ってください。このドッグカフェでもう二度と手に入らないスワンボートのチケットっす。ドッグカフェ、犬カフェ、ああはい、あそこでスワンボートが出せるチケットなんですけど、もう手に入らないんで。なんでこんなものくれんの？お世話になりましたし。そう、よせややめてもらっていい？どうしよう、なんかお礼できそうなもんがないから、僕も非売品、非売品のこれあげるよ。これ今はもう買えない BMC ガチャ100個。うちの商品あげる。うちの商品頑張って転売するのにして。ありがとうございます。はーい助けてくれてありがとう。あ、どうも。え、何その感じ。え、ごめん、どうもって。何どうも。いや、そんなお礼言われるようなことじゃなかったからびっくりしちゃった。うん、全然お礼は言います。うん、頑張って、いろいろありがとうね。いろいろ、はいはい、ほんだね。まあ、カジノチャレンジは、カジノのお金が、ああ、もう良くない、もうこれ以上なくなっちゃうと良くないなと思ったら、廃止する。みんなが静かになるまで3分かかりました。はい、すみませんでした。すみません。ごめんなさい。ごめんなさい、先生。僕が何で呼ばれたか分かってる人。はい、白井君、答えなさい。今回の合同になった理由についてですよね。はい。僕が何で呼ばれたか、分かってますか、白井さん。え？リスタート。どうしてアンブレラと合同になったのかってことですよね。はい。どうぞ。ことのあれを話すと、
うちら、うん、ユニオンとアーティファクトを2個同時に取ったじゃない。あー、うん、はぁ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 、両方取ったけど、両方できる時間じゃなかったじゃない。はい、そうだね、取ったね。まあ一応両方全くできないわけじゃないんだけど、2個やるなら1個目をマジで最速でやんなくちゃいけないけど、1個目の準備もまあまあまあかかってたじゃない。はい。でその結果2個目のができないってなりそうになって、大型ってさ、有限のものはみんな知ってるでしょ。同じことを他のギャングがしてるのが分かったらどう思うの？嫌だね。よくないよね。不満。はい。で、普通にこっちに言い分があるかって多分ないと思うの。おい、の要素。思うから、よくないよねっていう話で。まあ、できるならやってもいいと思うの。で、今回の受注って他と取り合いをさ、2個してさ、両方うちが取ったことをなんなら知ってるわけじゃない。うん。そうだね。周りのギャングは。で、周りのギャングからしたら面白くないし、まあ不満というか意味がわからないっていう状況になっちゃうから、やるならマジで最速でやる。できないならやらない。うん。まあ、これは誰が悪いとかじゃなくて、組織として、まあ同時撮りするんだったら考えてほしい。了解です。で、今回は、はい。アンブレラに、無理やり合同にしてもらうことで、濁した。うちは時間内にできないけど、アンブレラは時間内にできるから、あげますよって言ったら、向こうが合同じゃしません。合同じゃなくていいんですかって言ったら、いや、うちは大丈夫ですって言ったら、向こうが、いや、しましょうよって言ってくれたから、合同になったし。ちょっと待ってね。星川さんからだ。もしもーし。ちょっと、なしまさん、やばい。大変なことが起きてる。どこ？え、今どこにいる？今、お家。お家どこ？お家どこ？お家、あと、あれ、アジト、アジ、船着き場の。ああ、行きます行きます。ちょっと、出てきてください。わかった。飛行場と客船とかだったらね、間に合うと思う。いや、そう、まあ、そこら辺は結構さ、ケースバイケースだと思うけど、うん、まあ、でも考えればわかると思うの、みんな。まあ、今回こういうことが起きたけど、みんな気をつけようねって。はい。いうのが、今回の話、はい。はい。そもそもの大前提として、30分のクールがあるから、そこも考えないといけない。そう、だから20分で1個目を終わらして、30分後の、言ったら経過から50分で、無理やりやれば一応できなくはないし、まあできなくはないと思うから、その同時に取ること自体に対しては別に、まあ範囲内でできるならいいんじゃないんだけど、それが範囲内でできないっていうのは絶対に良くないっていう上で、範囲内にやってほしい。あれ大丈夫なんかなって、疑問に思ったら聞くなり考えて話し合いなりをしてほしい。はい、もしもし。あ、もしもし。なんか、不在着信入ってたから、何かなと思いまして。もう覚えてないかも、ごめん。OK です。では、失礼しまーす。ということで。OK。了解です。はい、了解しました。なんかある意見というか、これはみたいな。同時撮りの時、ユニオンヘイスト結構危険だなって思います。まあね、そうそうそう。この話の上で良くないなと思ったら、そういう時は話し合ってほしい。ユニオン、パシ、ダイヤモンドあたりはちょっと。そうね。準備がある系はちょっと呼ばれてるから言ってくれ、ね、ちょっと話してて。どうした田島さん。どうしたの？下になった。あの、火種です、これは。どうしたの？何したの？説明してもんちゃん。え、いや、何も起きてないよ。今、じゃああなたいくら持ってる？もんちゃん。今平常されて見えないっす。ん、見て、じゃあ。7000万。ね、田島さん。んで、うん、返すって言ってんの、私、さすがに。うん。でも受け取らないの。送り返してくんの。いくら取ったんすか。130億ぐらい。130。うん。今ここで130のチンチロを行います、うん。どういうこと、どういうこと、怖い怖い怖い。何言ってる、何言ってる。なしまさん。倍付けなし、130億のチンチロ。誰と。ホスト。え、いや、じゃあ金ないんだって、だから、もんちゃん。だからもうそれは、もう借金。え、怖いこと言ってる。どういうこと借金。怖い、もういいじゃん、125億返すから、もう俺良くないそれで。125の借金。うん。125の借金なんで、なんで、なんか130借金ならいいや。うん、じゃあ、お願いします、セスさん。はい。倍付けなし、130億の、チンチロ。130のチンチロ。130億のチンチロ。はい。この町で一番でかいんじゃない。最もでかい金額が動くでしょう。私、カジノオーナーとして見届けさせていただきます。負けたらもう借金ですよ。いらないんだけど借金とか。いや、もうここで130億返すからそれでちゃんちゃんでええやん。いやー、安川さん、うちのボスが
よその組織のボスから施しを受けるというのは非常に難しく、いやいやでも違う、聞いてくださいな、はいはい、私ね、モンちゃんから施しを受けたんです、この前。どんな、私が非常に負けた時にモンちゃん優しさでね、チンチロをね、勝たしてくれたりしたってたんです、ブラブラブラしてたんです、はい、だからその恩返し、恩返しに130億のチンチロお願いしていいですか。なんでなんでそうなる、ちょっと待って、頭悪くなった急に、なしまさんいつも頭いいのに、それが優しさ、優しさじゃないですか。それが一番のボスに対しての優しさかと。ではお願いします、先行ここいかがいたしましょう、エスカさん。いや別に任せますけど、エスカさんが先行でお願いします。はい、わかりました、チンチロですね。目なし、目なし、いいぞ、そのままで。はい、3でボス、ひふみ行くわ。なんで負けようとしてるの、あんた。ちょっと待って、あー、目なし、まあまあまあ、目なし。ちょっと待って、怖い、怖すぎる。えこれで130億の借金、全部で260億負け。いや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 、上塚さん、はい、お待ちください。何ですか。ここに大変レアな車がございます。ちょっと待って、返さなくていいって。いやいやいや、勝負は勝負です。勝負じゃない。エスカさん、こちらに。何それ、何ですか。こちらにございますは、あのオールインの初代ボスが一番最初に買ったとされる高級車 X80 Pro と、こちら今ならプレミア価格ついてなんと260億。いやいや、これもったいないよ。モンちゃんが一番最初に買ったってことですか。ええ、ステッカー等ももうそのまま、そこからも何も変えずに取ってあります。なんとプレミアム価格ついて今なら260億円。いやもったいない。いやだとしたら俺の車出すわ。これどうですか。いや、いらないよそれ、いらない持ってるって。いいって、普通に返す。2台あったらいいじゃん。いい、いらんって、普通に返すって言ってるやん。いや待って、何、車か、車、いいって。これどうですか。いやいやいやいいってもういいって。ちょっと待ってください。まだ話が終わってないっす。車全部あげますか。もうもうだから、いらボスもう、うん、オールインのメンバー全員売るしかない。もう怖い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 。もうちょっと待って。あれあれ、お待ちく、一旦帰りますね。一旦帰ります。いや、ダメですよ。あれ、多分帰ってお金送るつもりやな。ね、なんか来たよ。どうなった？いや、俺が悪いって言って。すぐ悪い。一旦飛行場かな。絶対2個取るんだったら飛行場ファーストでやるなら2個取ってもいいかなっていう判断には1個なった、うん、みんなの共通認識でなりましたね。勝った時に2個要は抑えてたら、勝った後に、あ、でももしかしたらこっち使わなくなるかもしれないね、ちょっと待ってもらって、使わなかったら譲りますよぐらいのあれを交渉するとかはいいと思うよ。うん、勝った上で交渉する分にはね。俺さ、明日からプルをお貸ししないと。はい。プルなくなった。なくなった。ボスは今あの130億なくした。え？誰が来てる？エスカーさんがピンポンしてる。130億。130億。どうされました？なしまさん、今から私125億カジノ行こうかなって思って。あら。ね。120億行けます？125億カジノ帰ってきますし、売ってもなんか。多分ボスは、うん、ただ返されるのはプライドが許さないから。え、じゃあなんでどうしたらいいんですか？物を125億で買うとか。うん。ちょっともんちゃん呼んでもらいます。ちょっと出てこれるアジトの外。ウェスカーさん来た。とか。あ、モンちゃん、今手持ち何持ってる？手持ち？何持ってる？ちょっと手挙げてくれる？銃持ってますよ。ちょっと見してね。テス、チェスやります、チェス。チェス？チェス持ってますよ。あ、ほんとだ。え、うわっ！ちょっとこの銃とヘビーアーマーとグレネード。あ、ロケランの弾、いいな。これ売ってくれません？売ってくれる？私に。あ、欲しいですか？欲しい。あげますよ。
130の借金あるんで。買う買う買う。違う違う違う。130の借金あるんで投げますよ。買うのよ、これを。私が。いや、もう、130億の借金あるじゃん。ないないない。これで。いやいや。ありがとうございます。いや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 。いや、よかった。ちょうどロケラの弾使ったんですよ、今日。ありがとうございます。130億の借金あるじゃん、俺。130億の借金ないよ。あるよ。ないないない。ないってどういうこと？ないって。ない。何もない。何もなかった。でも分かった。二人とも、ラチやかな。1000億のチンチロしよう。1000億のチンチロ1000億のチンチロちょっと待って、何言ってるんですか？どういうこと？怖い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 。倍付けあり。倍付けありの1000億のチンチロ。それどっちかの組織終わりますけど。終わり。終わり。か。だよ。まあじゃあ終わりでいいんじゃないですか。よくないでしょうよ。いや、この街も楽しかったな。おーい、うん、何縁の向かい落としてんだ、返したからな。勘弁してくれよ。もう、何もないからな、もうこれで。何もないぞ。あ、飛行機2時半だ。行かなきゃ。帰るんですよ。なんで帰るんですか？いや、もう終わったから。うささん、ないんすよ。お世話になりました。何がすか？私は2時半の飛行機でここを旅立ちます。ダメですって。ダメ。ダメダメダメ。2時半に虹色のマークの飛行機が来るらしくて。終わり終わり、こんなんで終わったら終わり。もう全部終わりなんだ。もううちも終わるじゃん。もうもううちも終わる。え、一緒に行きますか？俺も一緒に帰るわ。あ、オーディション受けてみます。帰る帰る、そんな。じゃあ俺もラックン、ラックンバイバイするか。ラックン？何ラックンって？え、ラックンですよ。ラックン。ラクーン？クレイジー。ダメ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 ラクーンダメ。一応私の日本の友人でタズミという男がおりまして、はい、その方と話していただければ、はい、2時3時の社長らしい、2時3時という組織。いやいいいい、重い重い重い、誰誰重すぎ重すぎ。もう今日の件は何もなかったってことでいいですか？終わりです。終わりじゃないですよ。買い取ったし、モンちゃんから銃と弾ね、ロケラの弾買い取りました。私は今、え、僕の代わりに入ります？ラック、いや入りません。いや僕の代わりでいいんじゃないですか？いやダメです。じゃあ失礼します。ありがとうございました。いや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 、面白い。またギャンブルしようね、モンちゃん一緒に。いや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 、って何？おい、終わんない、終わんない、助けて。いつも中間のナシマさんまでそっち行ったら終わり。もうナシマさん、あ、すいません、飛行機のチケット確認してました。ちょっとちょっと止める人いなくなるって。飛行機のチケット止める人いない。大変だ、助けてくれみんな。俺も連絡しとこうか。で、連絡？ジジに。ラクに？あ、ジジ、あのかの有名なジジに連絡しなくていい。ジジ、ジジに連絡して、ジジオさん連絡しなくていいから。もうダメダメ、終わりですって。もうジジに連絡しないで。前回僕が180億買った時も、はい、こんな感じでした。180億誰から買ったんですか？モンちゃん。うん、ナシマが買った。そういうことか。ちょっといい、ナシマさん。あ、ナシマさん。ちょっといい。どうやって終わったんですか、それは。じゃあ、だからもう、説得。説得するしかないの、どうやって説得する。もう金返してからね、でも私。ああ、送ってる。いや、だから、やっぱ、彼の目はまだ死んでない。課金ないかな。彼の目は死んでない。どうすればいいの、これ。じゃあもう、ボス、アンブレラ入れます、うちの。いい、いい、もうそんな無理無理無理。終わりやんだって、いろいろ。じゃあ僕がオールインのボスとして解体します、組織を。解体する？はい、解体するって言っちゃってるやん、終わりじゃん。あ、そっか。ダメです。いやでも説得するしかないですよ、エスカさん。どうやって。じゃあ僕アジト戻るんで。俺もなんかロケランを撃つのが当たり前にしたいわけじゃなくて、うんうん、なんかこう打てればなみたいな、こう早がい歯がゆい時に出せないのがもったいないなと思ってるから。はいはい、まあ、それやったらプール増やしてそのままそっちに使うお金が。そのロケランを誰が打つのかっていう話になるんじゃない？いや、それはもうなんか元があればもう誰でも打てるようになるんじゃないかっていう話で、まあ、なんかいっぱいあればまあまあこうしょうがないかみたいな、まあ、極論そのカービンライフルみたいなイメージ。はいはいはい、これは大げさに言ったっすけど、なんか俺の理想はなんかみんな打てて打つ機会があってもいいんじゃないかなっていう、まあ、そっちの方が圧も出るし、ギャングとしての、あと普通に気持ちいいしね、めっちゃいいと思う。正直武力警戒としてはできるんじゃないかな。だから俺もそのミッションで大げさに使うのは、うん、まあ、その11人とかいるやつ、何だっけ、カジノと橋だけっていうのは別に全然賛成やし、
あそこの使い道はいいと思う、うん、純粋に物資を増やすって意味で、うん、いいんじゃないかなっていう提案っす。これはでもロケラン撃ったことないし撃ちたい正直面白そうだね、普通に面白そうロケラン。あれ前ミコダにロケランで撃ち殺されたからな。いや俺もよ、宝石店のね。そう、じゃあまずはプール金を稼ぐところからですね。そうだね、はい、そうですね、マジで本当にそう。今130億なくなったので、それはこれは個人資産ですそれはプールって誰が管理してんの？ボス、だからボスが130億。ボスの資産からなくなったらプール金じゃないですかそれ多分。だから違う違う、ボスの個人資産で130億なくな、違うと思うよ多分。ちょっと待って、プール金含めて130億ないってこと？プール金含めての130億だと思うよ。ちょっと待って。やばい、うちら金なくなった。ってくるぞ。ボス言ってたさっきの。130億っていうのは、その、もしかしてさっきのアンブレラにポンって言った感じですか？うん。やば。おぉ、アンブレラが今、オールインの金庫取った感じだ。やばい。ヘイストされた、ヘイスト。なんでそんな。まあ、僕も話が僕に来た時にはもうなかった。あ、もうストッパーがいなかったんだ。ウエスカーさんから電話がかかってきて状況を知ったから僕は。アンブレラと構想ですか？いや構想とかじゃないんじゃない、普通に普通の負けてるからだからもうしばらく客船とかもピストルで行くって。エコラウンド始まるかも。エコラウンドでセルフでみんな行かないと。そう、もうこれから客船が他のギャングやるために警察のパトカーあさって。僕はあの2時半の飛行機で日本に帰ろうと思ってたからちょうどよかった。えかな、ちょっとかな、置いてかないで。いや世話になったね。かな、どうしました？スピードもう早っ。見切りつけるの早すぎる。早いよ。チケット取んの早っ。もう話聞いた時には予約してたでしょ。虹色の飛行機が待ってるらしいから。虹色でボスもなんか一緒に帰るかもって言ったからもしかして。高飛びやんけ、それ4人高飛びやんけ。あ、でもその飛行機俺が運転する予定だったもんね。そうそう、白井さんにこの前話してたやつ。そうだ、まずいな、高飛びやんけ。そうだから3人で別の町で個人をやろうって話をしてたんで。いやいやいや、客室乗務員いりません。自分のジェット機虹色に染めてきます。終わってる。まあちょっとボスに話してて、僕もマジよく分からんけど130億なくなったって言ってた。なんかでもまさかプールではない。ボスの落ち着き方的に本当になくなった感じするな。本当になくなってるね、あれは。うんとか言って。